どうもお疲れ様です。今日のぐるぐるポツンとなんやらかんやらですけども、なんかね、ポツンと一人旅ね、珍しいのを見つけましたよ。岡山の鴨方のあたりなんですけども、真ん中にね、天国への階段、天空への階段ってあるでしょ。これはちょっと実際現地行ってみたいですね。クリックしてみましょう。楽しみ。なんだこりゃ、24時間営業って書いてますよ。そりゃそうだろう。なんだこりゃ24時間営業はい、写真92枚もあるんで、ちょっと写真から見てみましょうか。あー、確かに天空への階段じゃないか。で、上の方に行ったらため池があるってことか。こんな階段よく作りましたね。公共事業でしょ。水車小屋、滑り石渓流、天空への階段ね、高丸、杉山城、出丸跡、なんだ、面用な。さらにこういう階段もあります。万里の頂上のなんか小型版みたいですね。杉谷池、駐車スペース、天空への階段、高丸。あ、こんなとこあるんですね。はい、なんか萌え萌えちゃんがいますね。これ誰かがこうやって持って行って撮影したんですね、きっとね。こんな不思議なところがあるんですよ、岡山ね。え、グレートだね。あ、なんか謎のトンネル、これもなんか曰くありそう。なんかこれは行ってみても面白そうですね。で、写真をちょっと解除して口コミ見てみましょうか。里庄方面から滨南街道を通り、鴨川手延べそうめん、面クロード前を通り、すぐの信号をなんとらかんたらと書いてますね。細かく案内ありがとうございます。あ、これだ、さっきのもいもいちゃん。あ、こういう記念写真の撮り方面白いですね。はい、なかなかいいんじゃないですか、天空への階段で。杉谷池ってのがあったわけですね。天空への階段を登ると、この杉谷池にたどり着くっていう寸法。ああ、あるな、なるほどね。はい、わかりました。じゃあ日原大池、こちらの方行ってみましょうか。ちょっと目に入ったんでね。普通の池だな、あまり面白みがないですね。馬の倉山城跡、そんなお城があるんだ。あ、もう何もないですね、城の跡って言っても。昔はね、城があっちこっちにありましたからね。あ、この茂みのどっかに城があったんでしょうね、きっとね。跡形もない。はい、その他なんか面白いのないかな。杉山城跡、お城があるんですかこれ。あ、城っぽい。へえ、これね、軍神社屋の院跡、なんか曰くがありそうですね、これはね。ああ、なるほどね、これはなんか見応えありそうですね。よく写真を本当投稿してくれましたよ。 Google マップに協力してくださってる方が本当世界中に無数にいるってことでしょう。あー、いいですねこれ。遠くまで見える。今や人の営み、令和6年ですよ。国破れて山がありと言いますけども、本当その通りですね。これ手書きですよ、もう。地元のボランティアの方がやってくださったんでしょうね。曲がりは、大手筋。なんかね、その日本の地方都市の本当山奥とか林の奥に当時の人の活動を忍ばせる痕跡っていうのがね、かなりありますよね。昔の方が人口少なかったはずなんですよ。江戸時代で大体3000万人ぐらいですからね。そんな人口の少ない時に、日本の各地つつ裏裏、どんな山奥、川の向こうにでも人が住んで、そこでね、何か思うことがあったんでしょうね。本当になんかこう、昔の方の人口の方が多かったんじゃないかと思いますよ。で、どんな山奥にも人が住んでる痕跡ってあるでしょう。何なんですかね。
これはなかなかの名所ですよ。綺麗ですね。これすごいですね、これもね、うん、さっきのモイモイちゃんじゃないけど、ああいったちっちゃいフィギュアと一緒にこういうところでね写真撮るとものすごくいい雰囲気の方が撮れるかもしれないですよ。はい、天空への階段っていうのからね旅をしてきたわけですけども、どこに行った天空への階段、なくなっちゃいましたね、もうね、どっか分かんなくなった本当はい、最後はあんまり関係ないんですけども、軍艦四季島号砲の、もう読めないよ本当、もっと簡単な感じにして、あ、なんだこれ、あ、こんなのがあったんだ。呉海軍兵学校石井太郎ですか。あ、本当だ、こういう船が昔ありましたよってことで絵を残してくださったんですね。それがこの社に保存されてるってことか。これもだから階段降りて現場に行ってみたらね、こういう雨風しのぐものがあって石があってって感じで、昔は旅人がここで疲れを癒すために雨風しのいでたのかもしれないですよ。ドラマですね。こういうの見ると本当なんか時間がどんどん過ぎるっていう感覚ですね、私にしてみたら。石運送見てみましょうか。石運送どこが運送会社なの、これかな、石運送。ないじゃん、カーブミラーも割れてるし、これだから公営じゃなくて施設でしょうね、個人の人がこれを建てたっていうね。運送会社はちょっとないみたいです。もしかしたらここに、あ、トラック止めてるな、これ行ってみましょうか。あ、行けないけど、入れないけど、こっから見えますよ、トラックがあって、運送会社のこれが本社の社屋ですね、おそらくね。こういったところから、まあ、いろんなところにね物流を日本各国隅々まで届けてくださってるんで、石運送さんありがとうございます。ということで今回は、天空への階段でございました。ありがとうございました。